こんにちは。プロスピエスを巨人純正でやっていますペイです。今日はいろんな更新が来ましたね。ワールドスターにスパークコラボ、無料10連おかわり2杯目に抑えのポジション追加が来ました。大会も今日から始まってますね。いやー、情報盛りだくさん。ということで今回の動画では抑え大勢投手の能力解説、スパークコラボについてを中心に動画にしていこうかなと思います。特にこのスパークコラボ、純正にとってはかなり重要な要素にもなってくるので、そのあたりを解説していこうと思います。ちなみにこのチャンネルではプロスピエースの巨人の情報を巨人純正目線で解説しています。巨人純正の方にはもちろん、そうでない方にも有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。皆さんのチャンネル登録、高評価、コメントが非常に私のモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは本題に行きましょう。まず本日の更新できた抑えの追加、巨人では大勢投手が追加となりました。能力は球威79、制球71、スタミナ64の球威型で、称号で球威 A が可能ですね。セレクションのものからは球威プラス1、スタミナマイナス1となっています。個人的に痛いなと思うのは適正ですね。抑えしかやってないのでしょうがないとはいえ、先発長継ぎ適性が完全になくなっています。起用の幅がかなり狭まってしまいましたね。ただ球種は結構変わっていて、カーブがなくなりました。そしてスロースライダーがスライダーに変更になり、球威が E から C へ、ストレートの球威が B から A、 フォークの球威が E から B へ強化されています。特殊能力に変更はありません。リーグ的には B 球種が2個になったのは嬉しいんですけど、球威制球の値が巨人中継ぎ陣の中では結構高い投手なので、抑えしかできなくなっちゃったのは結構痛いですね。リアタイ的には球種の変更や球威も強化されたので、その分強化されたかなと思います。この大勢投手の動くストレート、球速は速いですし、意外に打ちにくいんですよね。リアタイのワンポイント起用であれば結構ありかなと思います。なので覚醒の大勢投手しか持っていない方は継承でいいと思いますが、セレクションの大勢選手を持っている方は継承しなくていいんじゃないかなと個人的には思います。そして本日から来た新コラボ、スパークセレクションです。いやー、まさか12球団分選手を出してくるとは。てっきり6人くらいが登場で巨人の選手は選ばれないと思っていたのが間違いでした。巨人では特別レアリティ常連の岡本和真選手が選ばれています。ステータスに関しては全く変更なしです。ただ特能が変わっていて、第3特能がチャンスから秀逸というスパーク特有の特殊能力に変わっています。そして効果はパワービアップ、投手の球威制球ショーダウンというなんとも微妙な特能になっています。ちょっと発動率は不明ですが、おそらく 100% なんじゃないかな。これだけだと全く取りに行く必要がないですねと言いたいところだったんですが、なんとこのスパークコラボの選手、オーダーに投入することで星3コンボスパークというコンボが発動するみたいなんです。ということはリーグ勢はこのスパークの選手1人は確保必須ですね。ぶっこんできたね、コナミさん。そして肝心のガチャシステムですが、60連目までは S が出たら 30% でスパーク選手、30連目、60連目はスパーク選手確定、70連目以降は S が出たらスパーク選手確定というガチャになっています。そしてセレクトミキサーがありません。はい、無理、もうこの時点でスルーですね。セレクトミキサーがあれば引いてもいいかなってちょっと思いましたけど、セレクトミキサーがないのはもう純正にとってはかなりの闇ガチャですね。もう絶対スルー推奨です。ただやっぱりリーグ勢として星3コンボが出るっていうのはすごい重要なんですよね。1枚は絶対確保したいです。だけど引くのはまだ待ってください。まずイベントのエージェントエース、累計チケット1000枚獲得で S ランクスパークプレイヤー契約書があります。まずこれを引いてからガチャを引くか検討しましょう。そして個人的に巨人純正におすすめしたいのは第2弾かなと思っています。というのはこのスパークコラボ、
3段構成ですが、第1弾が12球団全員登場したということで、2段3段も12球団で登場する可能性が高いと思います。そして第2弾が走塁部門、守備部門からの選出、第3弾が変化球部門、スピードボール部門からの選出になります。ということは、第3弾の変化球部門、スピードボール部門からはやっぱり大勢投手が選出される可能性が高いと呼んでいます。そして気になる第2弾の守備部門、走塁部門からの選出はもう想像つく方いますよね。巨人で守備が上手い選手といったら、そう、吉川尚輝選手ですね。この吉川尚輝選手が取りに行くのがおすすめしたい選手になります。取りに行きたい理由が3つあって、まず1つは巨人純正で貴重なミート型が可能な選手であるっていうこと。2つ目が二塁手がまだ未登場で、登場時のガチャが超闇ガチャであるドラフトスカウトになりそうっていう点。3つ目が吉川尚輝選手がゴールデングラブ賞ベストナインにも選出されておらず、1月以降に開催されるベストナインタイトルホルダーで登場しないっていうことです。岡本選手はゴールデングラブ賞に選出されていますから、ベストナインタイトルホルダーでの登場は確定していますし、大勢投手の新人王もほぼ確定的でしょう。つまり巨人純正でスパーク選手を取りに行くなら、第2弾の守備部門で登場しそうな吉川選手がおすすめということです。まあ実際には吉川尚輝選手が登場するかは12月1日からのスパーク第2弾ガチャが来るまで分かりませんが、26日27日でのテレビ番組のスパークの放送である程度選手は縛るそうですから、その放送を待ってみるのも手ですね。ちょっとスパークコラボの解説が長くなってしまいましたが、最後に無料10連おかわり2杯目を引いて終わりにしたいと思います。狙いはもちろん巨人のまだ持ってない選手、お願いします。そういえば今日から大会も来てましたね。リボンを取りに行きたいなと思っているんですが、今回は本業の方が忙しくてなかなか時間を割くのが難しいかもしれません。できそうであればリボン獲得を目指して配信するので、ぜひ見に来てください。さあ誰が出る？おお、勝負要員。さあ最後誰が出るかな。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が少しでも面白かった、ためになったと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それでは最後いきましょう、お願いします。上沢選手。